やっぱ
に。やっぱり黒い子の少女地獄なの？混乱してきた。本当に私は天国に行っていいの？いいに決まってる。姉さんがあんな現世に戻りたくないと言うなら、僕はできることをするまで。何より姉さんが助けてくれた命が、誰かを救う前にまず姉さんを救いたい。ありがとう。それじゃあ私はあなたの願いを叶えるわ。さすがにこの地獄すべてを浄化できるほど私の思いは強くないかもしれないけれど、どうか神よ、お願いいたします。妹が迷える人々を救済に導けるまで、この苦しみにあふれた世界が完全に浄化できるまで、永遠の時と何人にも勝る力をお与えください。なんとかな。
ました。仕方ないな。仕方ないな。こんな感じ。なぜだ。これだけ浄化を繰り返しているのに、なぜ少女地獄が増える。しかも一進一退の数まで減ってきている。また現世に戻って誰かのために死なないと。しかし運力聖者を地獄に迷い込ませられたとしても一進一退できるかは五分。このルーティンを一体どれだけ繰り返せばいいんだ。僕の命なんていくらでも捧げる。しかしその覚悟があっても他者の亡命は待ってくれない。ああ姉さん、僕は一体どうすれば。姉さん、姉さんって誰だ。私の出番。やった！私の出番。こんな感じ。仕方ないな。こんな感じ。やっぱ時間足りない。
ろしようよ。ぶっ放しちゃって。
ました。仕方ないな。私登場。
開墾と哀愁により生み出されるあまたな少女の無限の慈愛、渇望と飢餓に苛まれた少女たちの底なしの器、そして憎悪と暴虐に染まった少女たちの果てなき殺意、生きた者も死んだ者も手当たり次第に混ぜ込んだ亡者の塊だ。これが毒娘として成長すれば地獄の毒すべてを貪欲に飲み込み一斉に浄化できるはず。だけどこの亡者誰かに似ている気がするな。気のせいか、気分が高揚しているだけだろうか。まあいい、些細なことだ。さあお食べ、僕の体を。こいつ大事な感情までなくしちゃったんだろう。やあ来たね。どうしたんだい、僕を止めに来たんだろう。ねえ君、自分が毒を亡者を生み出してるって気づいてる？ん？ああ黒と君のことかい。気づいてるも何も散々そのことについては話しただろう。そうじゃない、そうじゃなくて、君自身が少女地獄を生み出しているの。何を言って。あんたは黒い毒娘と二神一体してるって思い込んでるけど、それ今回も失敗してる。君言ってたでしょ、慈愛は自分が注げばいいって。だけど君の心はもうない。昔はあったけどなくなっちゃったから。君が何を言っているのか全く理解できないな。もとより往年の塊の言葉など聞く耳持たないが。お姉さんのことも本当に覚えてない？姉？うん、そうだな、これだけはわかる。僕はもう君との会話に飽きてしまったよ。あっそう、じゃあもう何が何でも君を止める。いいね、ずいぶんわかりやすくなった。ではまず君たちから救済を始めよう。僕が手に入れたこの力でもって無為涅槃の救済を。え？ちょっとストップ、かっこいい空気ストップ。今さら命乞いかい。とうに命などありはしないのに。違うよ、そうじゃなくて、君の後ろにでっかいお化けが。こんなところに食べ残しがあったんや。なんやこれ、えらい甘うておいしいな。黒い子、やっぱり失敗してたんだ。ああ、あんたらやないの。うちこんななりになってしまって前よりお腹すくね。もっと強酸化弁当どうにもならへんみたい。そっか、ねえこういうのって因果応報っていうのかな、それとも別白いのなら教えてくれると思うんだけど。
てあげよう。私たちにしか止められない。だってあの子は私でもあるんだから。この子ヤバそう。
するか決めたよ。君と一緒にいろんな子を見てきた。人のせいにする子も自分のせいばっかにする子もそれぞれいっぱいいたけど、みんな寂しい気持ちは同じだった。こうやって気づけたのは、私の中にみんなの気持ちがあるから。君が私にその逆の気持ちを教えてくれたから。だから私は私の中のこのたくさんの思いを浄化してあげなきゃ。だからね、つまり私天国に行きます。もう噛んじゃったよ。実は願いももう決めてるんだ。私にしか願えない特別な願い。君のことも任せといて。きっと全部うまくいくから。Thank you.
ドルも寄付できないよ。金有り余ってんじゃないの。どんなやつ？この人自身は謎に包まれてるみたいなんだけど、この財閥って初代当主は女の人で、奴隷からのし上がって財産を築いた人らしいですよ。家訓が慈しみの共有こそ高貴なもののたしなみとかなんとか、意味不ついでに私にも課金してくれ。ではでは続いてのびっくりニュース。1400年頃に処刑された聖女が実は生きてたのが分かったんですって。聖女？そうそう、歴史の教科書で見たことない？戦争のために祭り上げられちゃった悲運の女の子。遺骨を調べたら史実と年齢がずれてたとかなんとか。これを裏付けるように結婚して二児のママになったって記録が。いるのかいないのかわかんない神様、どうかお願いします。もう二度と悲しい亡者が生まれないように、現世で生きるみんながもう少しだけ辛いことに立ち向かえますように。